新たに整備する坂出市新火葬場の候補地は、今日2月21日に行われた坂出市議会市民建設委員会で明らかになったものです。坂出市は2022年3月に坂出市新火葬場整備基本構想をまとめ、翌年3月に基本計画を策定。坂出市の私有地を対象に候補地を絞る作業をしてきました。隣接する私有地として。 市有地との合計で5000平方メートル以上となる3000平方メートル以上の市有地の中から現在の火葬場前金山トンネル東川19、魏山荘跡の3か所を候補地に絞り込み坂出市新火葬場整備検討委員会で比較・検討した結果他の2つの候補地より評価が高かった 現在の火葬場前を最終的な候補地として決定しました。駐車場と隣接するため、池に整備する。新しい火葬場の敷地面積は5203平方メートルです。坂出市営田尾火葬場は1953年に建設されてから70年余りが経過し、老朽化が著しいものがあり、市民から他の市長に比べ見劣りする。 仮想場の新設が強く望まれていました堺出市は候補地が決定したことから早ければ3月から地元説明会を行い地元の皆さんの理解を得られるように努めていくと市民建設委員会で説明がありました新仮想場整備基本構想によりますと必要な仮想路の数は5つ人に優しくゆとりがあり 大切な方との最後のお別れにふさわしい場にしていく計画です。ため池の埋め立て、造成工事など整備に必要な費用は候補地が決まった段階ですので、まだ未定です。